松田智春は、日本のプランナー、詩人、東京都出身。1964年東京生まれ。2008年にグッドアイデア株式会社を設立。株式会社はコールアートセンター、スパイラルシニアプランナーを兼任。企業とクリエイターのコラボレーション事業、ランデブープロジェクトや、視覚障害者が開発に携わった、ダイアログインザ、ダークタオル、千葉県柏の8区の地域活動。 ハッパッパ体操、キノピオプロジェクトなどプランナーとして幅広いプロデュースを行う。最近の仕事に、日本の優れた工場と共同して商品開発する典型プロジェクトや、市を本の外に開くデザインレーベル、オブラート、松山市でのアートフェスティバル、道後温泉アート2014プロデュース、二子玉川、東京アートフローレーレープロデュース、大分県広報、 大分で会いましょう。プロデュースなど。グッドデザイン賞審査委員、多摩美術大学美術学部非常勤講師。詩人としても活動。著書に、私の犬退治、エアリアルなどがある。詩人の谷川俊太郎、佐藤若子、三角水木、トールタ等と交流がある。ありがとうございます。